勝てなかったから負けたんだ。どうもロナウドです。なんか変なの来た、変なの来た、はい、来ました。はい、ということでカラフルなメンバーでお送りします。今日はウイリをやっていきたいと思います。いやいや、野球やってるやつはね、サッカーもうまいからよろしく。そうなんです。ということで、この大輝と今日僕がガチ対決をやっていきたいと思います。あ、セットバッタソマン、全然視界がなってねえぞお前。ユベントス対このマンユで行っていきたいと思います。はい、マンチェスターユナイテッドね。マイクチェックワンツー。ルカクとイブラヒモビッチってツートップ強いね。やばいでしょ。まあでもこちらのユベントスもこのツートップ素晴らしいね。ツートップいますので、マンジキッチとイグアインはね、なかなかいいよね。でもセカンドトップは変えます。あれ、誰か強いやついたの。あ、ディバラ。あ、ディバラ、ディバラをセカンドトップに持ってきて、フォワードラード右にします。これ大体僕のやつ。あ、これは強いよ。俺のチームイブラとルカクでしょ。もう敵無敵、イブラヒモビッチにもロングも打てるしね。フィジカルの負け物ですからね。さあ、ということでやっていきましょう。ヒュー、絶対に負けられないんです。イエーイ、ラブヒアセウォーウォー。相手チーム多いな、サポーターが。相手チームのサポーター多いぞ。今ユベ誰いるっけ。レミューゼオー。あー、あかんな。ウォーウォー。おい、相手チーム多いな。ということで負けられない戦いが始まります。ユベントスでございます。なるほど。解説ということで、実況ジョンカビラでお届けしてまいります。解説北澤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どっちも上手いの。実況です。さあ、まあどちらも下手です。強兵は下手すぎる。まあ強兵は下手すぎる。どういった立ち上がりになるか。今日手滑る。上手い人の戦い見たいからね、やっぱり。ディバラ、まあ、すげえんだよね。イグアイン、ふわっとしたボール、ザ・ボールはクワドラードへ。クロスを上げる、シュート。おい、バカ、こっちはデヘアなんだよ。まあ、ファーストシュートはいただきました、ありがとうございます。いや、全然あのシュートと言えねえから。本当に。さあ、イグアイン、今のチャンスはものにすることができない。まあ、何してんねん。まあ、ここのチャンスをね、どう生かせるかですね。やばいね、やっぱホームイチョウ変えちゃって狂うんだな。ボールのか、このパス。上げる。おお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 お選手って。僕はあれです、現時点ではイブラ。おお、イブラね。あ、うまいですね。当たり前じゃん、イブラ。で、前までルーニー好きだったけど。なるほど。ワンマサ、ね、エバートン行っちゃってますからね。ルーニー、エバートンだもんね。そうそうそう、ルカクとね、交換で入ったんだね。あ、そうなんだ、うん、ルカクも、ね、好きですから。さあ、俺はこれを待ってました。これはスローイン。一回俺エバートンでね、マスターリーグやったことあるわ。めっちゃ強くなった。エバートンたち伸びしろありそう。選手が、うん、で前を向けるか。ルカクとか90ぐらいの。どうだ。強すぎる。やべ、ノリ強い。ゆべ、さあ抜けていけるか。間通したい。お、ディバラ、どうだ。ゴール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 、決めました。さすが若手ナンバーワンと言われているディバラ。素晴らしい。まずは先制。バカ、何してんねん。こっちはズルタイ、ズルタイムロジローズ。ズルタイ、誰からゴールが生まれました。やばいぞ、ちっとこれ。そうですね、本当に際どいところを狙ってのスルーパス、オフサイドかな。能力値だけで言うとね、やはりあのユベントスの方が上なので、この結果しょうがないかもしれないんですが、本当ノリがですか、ユベントスの守備が大変。先制、やっぱりね、カテナチオ1点先制しましたけど、カテナチオ当然相手はアグレッシブに攻めてくるわけ。やばい、ちょっとつ、やばい、ちょっとバランスをうまく取っていかないといけませんよね。あ、キーパー変えるの忘れた。あれ、ブッフォン、あ、やべえ、ブッフォンベンチ外。長いから。は、何してんのマジで。イグワイン、ね、勝ってこそうです。イグワインからこのフィードパス。うまいんだよ、ノリが。うまい、うまい、うまい。どうだ、このシュート。こっから打っていく。
ヘディラからドーグラス・コスター。きたー、カウンター来ました。やばいな、カウンター行こう。一人当たれ。そこです。違う、で、ここなんです。おい、おい、ループシュート打つな、お前。そしてキーパーなんです。シュート弱。思い切って狙ってましたね。今上昇リベキ。そういった意味では積極的でいいと思いますけど。俺の操作か。アレックス・サンドロからスペースに出る。いけるか。さあ、どこに出してくる。おい、ユベ強えよ、マジ。うぜ。ルーズボール。やっぱり今ノリが押してるように見えるか。ああ、やっぱりこの間のドーグラス・コスターになりましたね。ノリが最初リードしてて大輝溺れてルーズボール。なるほど。で、今回も何があるか分かりません。楽曲ですもんね。やばい、これやばい。両チーム密集しています。大輝強いから。ジャニッチ、ここは競り勝ちます。裏のスペースへ。あ、やばい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 。あー、おー、レイヤー、いいよ。さすが、キーパーでした。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。やばいな、ちょっと押されすぎてる。この難しいボールによく触りました。やはり ST 最強は俺になってしまうのか。マンチェスター、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。何してお、すごい。まあまあまあ、ということで前半1対0。まあ、さ、この前のファーブロもさ、前半1-0で勝つだけ。はい、1対0。ここからここから。そうそうそう、ね、ここからで返していきます。誰も取れの仲間いいね。全然、本当にね、絶対勝ってやりますからね。勝ってきますよね。あと、この前もさ、俺共演やった時も負けてたけど、逆転しようていくことでしょうね。はい、前半終わって1対0、リードで盛り返します。さあ、ご覧のようにセカンドハーフスタートしています。やっぱりカウンターが鍵になってますね。ホーム側としては気持ちとしては、わー、今取ったな。ゲームでゲームに入っていった方がいいと思いますけどもね。あー、ちょっとパスが弱い、パスが弱いって。ダッシュした。俺、バカ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 。もう通ってればないな。強かったけど、それな。結構チェック早くなってきてますね。クワドラ、足りねえだろ。あー、呼んでました。大輝呼んでました。パス読む。アレックス・サンドロ、読み合い。ドーグラス・コスター、スペースへ出す。イグアインに当たる。バカバカ。あー、セドル、シャルトンパスさんと読み合って、縦に大きく放り込む。なんか結構、これはなかなかこじ開けられない。さあ、ボールはディバラへ。強すぎる、ゆうべ。どうする。さあ、繋がるか。あ、バカ。よし、怖え、マジ。ちょっと頼むよ。マンチェスター、なかなか敵陣に入れません。ユーベとしてはやっぱ決め切りたいところですよね。最初のチャンスがあるんですが、あ、まあ、足遅い。ユーベ、ユーベじゃねえ、マジユーベだ。マンチェスターとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。はい、肘から強いから足が入れないかと。ディバラ、サイドのスペースへ走らせる。後ろのボールは、おお、よしよし、でアートランプ、アートランプ、アートランプ。時間的に相手も動いてくるタイミングですからね。まだまだ、それにしっかり対応して失点しない心がけをしていくことが必要でしょうね。ディバラからサイドのスペースへ。無理無理無理。ランダー入れていく。さあ、ここ取りたい。ナイス、もう一丁。そして折り返す。チャンスになる。うわ、開いたー。今ね、そう、あえてね、あそこいつも俺パスしちゃうんですけどね、あえてシュート行ったんですけど、ね、意外に時間でもしいけ、ちょっとルーズになる。おー、取られませんね、やっぱなかなか。出ろ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 。あー、うぜー。さあ、おっ、わけわかんねえ、パスするね。あべ、あぶねえ、惜しい、あぶねえ、足長えから。ヘディラ、さあ、ここは攻め抜き。さあ、無理か。ここで引き離せば、やばい、マジで。いやー、もう1点取りたい。あー、もうなかなかチャンスないな、大輝。うめえ、こいつ。あ、やばい、やばい、やばい。うわー、決めきれよ。今のシュートはひどい。非常に厳しくなりますからね。抜け出しめっちゃ良かったけどね。集中してます、ね、なかったね、今。あ、バレているが、そこも。マンチェスターとしてはクリアするの精一杯だもん、形が作れませんよね。あ、無理か。なんでお前。上を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうっていう感じ。いや、もうイブが一人じゃ無理なんだって。わかるでしょ、みんな。一人一人で。終わって裏を狙う。オッケーオッケーオッケー。だから。うわ、やばい。おお、やばい。やばい。やばい。
ゴール、やばい、いやいやいや、これやばい、これやばい、あぶねえ、あぶない、今の普通にクリアでよかったね。あ、これでも怖いですよ、ここイブラの見せ所、89分だもん、セットプレー、ここでね、決めるのがイブラですよ、時間ないですからね、イブラに合わせていきたい、あ、ここら来た、イブラ合わせていきたい、クリア、まあ90分よっしゃー、勝利ー、はい、ST ナンバーワンはノリです、いや、あの、クラブはノリ、国は俺、クラブはノリ、国は俺、はい、ということで1対0で僕が勝ちました。今ね、絶賛この2人はあのフォロワー増やし中なので、皆さんフォローの方よろしくお願いします。それそれそれ、そして高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。まだまだやってほしい企画があればこちらでお願いします。はい、お願いします。じゃあ皆さん、またお会いしましょう。ガッガッガッサッカーボール、じゃあ